こんにちは、広島県尾道市キックボクシングをしている山本慎也です。今回のテーマは迷う、悩む、判断が遅れると攻撃を返せなくなるです。マススパを始めたけどうまく攻撃を返せない、そういう方は参考にしてみてください。それでは本題に入ります。判断が遅れると攻撃を返せません。判断が遅れる原因は迷ったり悩んだりする時間です。何を返そうか考えている時間、途中で迷っている時間、これらの時間は相手に体勢を立て直すゆとりを与えてます。例えばこのシーンを見てください。蹴りを避けようかと思ったけどやっぱ返そうかと悩んだ場面です。中途半端に悩んでしまった結果、反応行動が遅れてます。相手の左側の蹴りに対して右の蹴りを返す、よくあるシーンですね。この時は蹴りを避けようか、やっぱ右を蹴ろうかと少し悩んでしまいました。この悩んでしまった時間に相手は体勢を立て直してます。この状況で攻撃を返すと蹴りをカットされる、もしくは前蹴りを蹴られてさらに追撃される、おそらくこのようになると感じました。そのため攻撃を返せず、攻撃を受けて終わりになってしまいました。このようによくある攻防なのですが、判断が遅れてしまうと攻撃を返せなくなります。攻撃を返せないと攻撃を受けて終わりになってしまいます。攻撃を受けて終わり、つまり相手に攻撃されて終わり、これだと第三者から見た時印象が良くないですよね。判定で負けるということです。それを防ぐためには、前回の動画で話したように、あらかじめ返す攻撃を決めておく、あとはそれを反復練習する、そうやって悩んだり迷ったりする時間をなくすことをお勧めします。前回の動画は説明文にリンクを貼っておきます。前回の動画と合わせて参考にしてみてください。攻撃はうまく返せそうですか？攻撃をしっかり返すと相手の思い通りに攻撃させない、楽に打たせない、そのようになります。返す攻撃を決めておく、反復練習する、ここが重要です。それでは今回はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。